ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙は前世に興味ある？気にはなるぜ。どっかの王様とかだったりしてな。きっとそうね。ボケに全肯定されるのは辛いんだが。そんなことより、おさむさんは過去性リーディングもヒーリングもできるのよね。そんなことより、そうだぜ。だったらおさむさんにいろいろ教えてもらおう。そこで、いろいろと気になる過去性リーディングのことやオーラ、そしてヒーラーについても、ゼロ意識研究所の藤代おさむさんに聞いてみました。どんなことを教えてくれるのか楽しみだぜ。ゆっくりしていってね。では、早速おさむさんに、過去性リーディングなど気になる質問をさせていただこうと思います。おさむさん、お願いします。はい、霊夢ちゃん、魔理沙ちゃん、今日もよろしくね。今日はたくさんの質問しちゃいますがよろしくお願いいたします。皆さんにもたくさん知ってもらえることは嬉しいですからね。知らないことばかりだからな。ざっくりと質問を分けると過去性リーディングについて、過去性は今世に影響を与えるのか？魂と過去性の記憶、そしてオーラとは何か？オーラとはどんなものなのか？オーラの見方、最後にヒーラーに向いている人向いてない人、ヒーリングという仕事について、霊感とヒーラー、日本でのヒーラーの立ち位置などになります。本当にたくさん聞くんだ。ワクワクするよ。早速質問です。素人でもできるだけわかりやすく過去性リーディングがどういったものなのか、どうやるのかなどの仕組みや手順を教えてください。僕が過去性リーディングというものを初めて知ったのは2000年です。過去や未来がわかるという方を紹介していただき、過去性リーディングをしていただきました。正直その時はピンときませんでしたし、納得もできませんでしたね。それはちょっとわかる気がするぜ。その後自分でも過去性リーディングをするようになりましたが、実は過去性を知るにはいくつか種類があります。一つ目がヒーラー、チャネラーというセラピストがリーディングする方法。二つ目が催眠療法です。対抗催眠とか催眠療法ですね。そして三つ目が自分自身で行う瞑想です。瞑想によって過去性を思い出すのです。実際に僕が体験したのはこの中の二つ。過去性リーディングと対抗ヒプノセラピーによる催眠療法です。ですが先ほども言ったように納得がいく答えではありませんでした。いろいろと試してみたのね。おさむさんは自分の魂と対話したことがあるんですか？僕が過去性を体験したことがあるのか？と言われたらありません。自分自身の魂との対話を初めてしたとき、自分の魂に過去性がないと言われました。過去性がない、初めての魂だと知りました。なるほどな。過去性がない。逆にそういうこともわかるんだな。質問です。過去性リーディングによって、解決やサポートできる問題には、どのようなものがありますか？過去性の影響がある問題に関してアプローチが可能です。例に挙げるなら人間関係の改善、そして体調や自分自身への悩みなどが主です。いろんな部分にアプローチできるんだ。すごく興味をそそられるわ。過去性リーディングをした中で記憶に残っている事例はありますか？印象的だった例ですが、原因不明の痛みを抱えていた人の原因が過去性の人にあったということもありました。その過去性の人にゼロ意識ヒーリングをしてそれが癒されていったことがありました。過去性が原因で末期癌になっていた方もいて、もちろんそちらもヒーリングしましたよ。なんと、選択の一つとして覚えておくのもいいかもしれないぜ。過去性が人間でなくても過去性リーディングは可能なのですか？可能です。過去性が人間ではなかった人も特に問題はないでしょう。ただそれを証明するのはすごく難しいところですね。証明か。それは確かに難しいのかもしれないな。過去性リーディングができる人は日本にどれくらいいるのでしょうか？基本的に過去性について、日本で証明されたことはあまり多くなくて、国内では数例です。様々なところでリーディングや催眠療法を行っていますが、実際にきちんとした大学の研究機関などで認められた例も数例です。やはり結果重視というところでしょう。次の質問です。自分の友人や家族は過去性でも関係があった、仲の良かった人だという情報があります。過去性リーディングから、今世で結婚する相手や仲良くすべき人も判断できるのでしょうか？最初の頃、僕もそんなことをよく言われました。今の自分の家族や友人が、過去性でも関係があったとか、仲が良かったあるいは結婚相手だったとか、過去の人間関係が繋がっているという話はありますが、必ずしも全てがそういうわけではありません。違うの？生まれ変わりの意識の中でも、同じ魂同士でやり取りしていくということもありますが、全く関わりのない人もいます。僕の体験では、どちらかというと家族のつながりという関係の人は数えられるくらいでした。むしろ、ないという方が多いですね。
それはそうよね。ずっと過去性から続く狭いコミュニティが繰り返されるのはちょっとつまらないわ。そう言われたら確かに、いろんな人と新しく出会っていろいろ経験した方が新鮮で楽しいぜ。質問です。過去性リーディングができるようになるまでは、どのくらいの年月がかかるのでしょうか？年月に関しては技法にもよります。催眠療法は催眠の技法さえ身につけば対抗催眠や、僕が習った前世療法は、過去性がある方であれば、多分 90% に近い確率で過去性の人格と対話ができます。90%。そして、瞑想に関してはとても難しい技法です。自分の思い込みもありえますし、証明することはとても難しいでしょう。技法や個人の能力により身につける年月は違ってくるのです。瞑想は自分自身でしか判断できないから相当高度なんだろうな。過去性リーディングについて藤代さんは、どのように勉強や修行をしたのでしょうか？修行に関しては特にしていないという答えになります。催眠療法を習い、その後実際にヒーリングをしながら問題解決をしていき、結果を出していくという方法を続けてきました。勉強しながら証明していった形になります。それは現在も魂との対話で続けているので、常に勉強し続けているということですね。常に進化を続けているんだ。過去性リーディングについて、勉強になったり面白い本などはありますか？僕はあまりそういうことに関する本は読んでいないんです。下手に読んでしまうとそちらに誘導されてしまうので、実際に体験して納得したものが一番勉強になりました。実践が一番なんだぜ。では、自分で自分の過去性を知る方法は催眠が一番ですか？そうですね。おすすめはやはり催眠の方が良いでしょう。瞑想はとても難しいので。質問です。過去性の記憶などは魂にどのように残されているのでしょうか？過去性の人格者がいるという前提になりますが、定義づけで言いますと、魂の中に今も生き続けている魂の一部ということになりますね。魂の一部。それなら、過去性に左右されないように生きるのには無理があるのかしら？無理ではないとは思いますが、過去性は常に一緒にいることは確かなので、気づかないうちに何かしらの影響を与えている可能性はあるでしょう。すでに自分のうちの一つなので全く影響がないということは言えないのではないかと思います。魂の一部でずっと一緒なら、それも自分自身ということだな。生まれた時から魂と共にあるということね。その過去性の記憶はなぜ消えてしまうのですか？これには様々な理由がありますね。記憶の仕方の定義づけでも違いますが、その魂が一つだけという存在なのか、いくつも意識が分かれている集合体の魂なのかにもよるでしょう。集合体であれば、共鳴していないと情報のやり取りはできませんので、記憶があるなしが生まれるのだと思います。過去性同士でも相性が悪いとかあるのかしら？魂の一部ってだけで考え方とかも同じじゃないってことか。過去性の記憶がある子供がいた記事を読んだことがありますが、だんだん薄れていくものなのかしら？過去性の記憶が消えてしまう理由も個人差ではありますが、例えば幼稚園の子供の体内記憶はだいたい 30% から 40% ぐらいあると言われていますし、自覚してないだけで、夢の中で過去性の記憶が蘇ってくる人がいるかもしれないと言われています。ただ、基本的に言うとほとんどの人は記憶がないんです。だんだん脳の欲求が強くなってくると忘れてしまいますし、今の体がお腹の中で出来上がってくると自然に過去性の記憶が薄れていくものなのでしょう。そっか、新しい人生の記憶が増えていくから、過去性の記憶が残っていたら混乱しちゃうものね。あれこれ全部覚えてたら大変だよ。脳みそパンクしちゃうぞ。では質問です。なぜ魂は転生するのでしょうか？これは生まれ変わりたかったという思いが主でしょう。もう一度良い思いがしたいのか、今度こそ良い人生を送りたいのか、中には生まれ変わるつもりはなかったけれど、たまたま生まれ変わっていた、という人もいましたし、人それぞれです。そうよね、寿命にしろ、生き方にしろ、本当に色々な人生の思いもあるから、人生に悔や思いを残して亡くなっている人もいるんだよ。魂が成長や修行するために転生を繰り返すという話を聞いたことがありますが、魂を成長させたり修行させる必要がありますか？魂を成長、修行するための転生という意見は宗教的なものだと思います。転生をするということに対して、必ずみんながそうだとは限らないでしょう。そういう風に考える人もいれば、別に関係なく生まれ変わる人もいます。宗教的、言われてみたら何かしらの宗教の知識を少しずつ聞きかじっているわ。その影響があるってことね。魂の最終的な目的は何だろう？最終的な目的も、個人差がありますね。
何かを達成したいと思う人もいれば、人生迷い続けて終えていく人もいます。これも人それぞれ、人によって違うということですね。実際には、今を生きる方がよほど主要だと思います。生きていくことの方がそれほど大変ということですよね。生きている今が主要か。自分はどんな修行がしたいのか達成したいのか見極めたいぜ。魂が望む生き方のために何がしたいのか、何に興味があるのか考えるべきだわ。質問です。魂はどんな存在なのかしら？魂は意識、エネルギー体ですね。何度も生まれ変わって、その情報が詰まったものを言います。質問です。日常で過去性に関係している現象などはありますか？それはあります。例えば、自分で思ってもいない行動をしてしまったり、先ほどお話ししたように過去性に関係している症状が今の体に出てしまうこともあります。過去性の症状が今に影響してくるのも不思議だ。もっと知りたいな。思ってもみないことに興味を持ったり、なぜか惹かれることってあるわね。質問です。転生にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか？これも個人差がありますね。早いサイクルの人もいれば100年とか200年単位の人とか。これもそれぞれ違いますね。では、自分たちの今の記憶が残る場合、どのように魂に残されるのでしょうか？記憶とは、基本的に感情も記憶されています。まず第一に脳と魂は別だと考えた方がわかりやすいでしょう。脳が理解していないことが魂には記憶されていますし、魂が脳を理解していないこともあります。起きたことを体験し体がなくなった後、脳で経験したことは時間を経て魂の中に記憶されていきます。脳が経験したことを最後には魂が記憶していくんだな。そして、その魂がまた、新しい体に生まれ変わっていくのね。そうですね。自分が経験していないことを知っている気がするのも、きっと魂の何かの金銭に触れた記憶だったりするんでしょうね。それでは次の質問です。オーラの見方について教えてください。オーラを見る際は、直接目で見えているのでしょうか？オーラを目で感じる人もいるでしょう。頭の中で感じているのか、外のエネルギーを取り入れて感じているのかは人それぞれのようですね。そのオーラとは一体何なのでしょうか？オーラとは、人が放っているエネルギーです。例えば色や音ですね。オーラに関して言えば、自分が自覚していないだけで、生活の中でなんとなく感じているものです。音っていうのは意外だったわ。そうですね。わかりやすく色で説明するなら、怒っている人を表すとき、大抵が赤とイメージしますよね。怒りは赤色、喜びは黄色などが浮かぶ。それは相手の感情やそういうものを感じてイメージができていることになります。音に関しても音の中に、ある種の感情を感じるときもあるでしょう。色や音を自然に感じるもの、それらがオーラリーディングになります。ただ、霊的存在を色で感じる人もいますが、それは霊感が必要になってきますね。色も言われてみればって感じだな。確かに感情の色は自然とイメージできるぜ。オーラといえば、オーラの写真と実際のオーラは同じですか？オーラを見たタイミングと写真のオーラが同じとは言えないと思います。オーラの色もその瞬間に変わりますし、脳の中で感じたのか、外で感じたのかで色も違います。ですから、そのオーラが同じかどうかはわからないですね。オーラは何のためにあるのでしょうか？オーラは自分が発しているエネルギーの光です。何のためにというのなら、相手に自分の感情や状態を伝えるためのエネルギーということになりますね。確かに、霊夢が怒ってるとか楽しそうとか雰囲気でわかるからな。オーラは人間にしかないのでしょうか？そんなことはありません。動物、植物、地球に存在しているものはみんなあると思います。オーラを見ることによって何かがわかるのでしょうか？身体の状態、感情などがわかります。黒く感じるとあまり良くはありませんね。わかりやすくイメージするなら服の色でしょう。目立ちたい人は地味な色の服を選ばないのではないでしょうか？では、全身ピンクの服を着ている人はどういう感情で着ているでしょう。その色により、状態や感情がわかるんです。あ、わかる。目立つ人はオーラがすごいとかいうものね。オーラを消すとか言うけど、比喩だけじゃなかったんだな。ほんとね。ということは、オーラが全くない人もいますか？全くないという人はいないと思います。しかし、目立たないように自然とオーラを放たないようにしている人はいるでしょう。自分が主役じゃない場面では目立たないように意識して、自然とオーラを放たないようにする。オーラがないのではなく、出さないようにしているということになります。ある意味空気を読んで息を潜めているってことか。近いイメージがあるのですが、オーラとチャクラの関係はありますか？教えてください。あるって言われていますね。ただ、僕はチャクラリーディングとかも習いましたけどあまり意識はしてないです。
チャクラそのもの自体、あまり信憑性がないと思っているので、オーラを電磁波だと言っている情報もありますね。電磁波は物質世界のものですが、測定できないエネルギーやオーラを写真で撮るオーラ測定器がありますね。わかりやすく言うとサーモとか温度によって色が変わりますよね。物質世界でもエネルギーの状態で色が変わっていくということは示されているので、電磁波を色で示せることはあるでしょう。ああ、サーモグラフィーも色だわ。そう考えると面白いな。そのオーラの見方について素人にもわかるように教えてください。オーラの見方は相手に実際に影響を与えないようにした方がいいです。方法はたくさんあると思いますが、一番は、見るというよりも、感じるようにするのがいいですね。感じる？例えば視力が弱い方は、景色がはっきり見えなくても、色や空気感を感じられる人もいます。練習をするのなら、目を閉じて景色がどういう風景で、そこに色を感じるか試してみるといいでしょう。簡単にできそうだから試してみたいな。オーラと幽霊の見方は違いますか？見方が違うというより、能力が違うと思います。オーラと幽霊だけじゃなくて、UFO が見える人と見えない人がいるとかと同じです。オーラと幽霊の見方の違いは、霊感の強さの差だと思います。良い状態のオーラと悪い状態のオーラの違いを教えてください。同じ赤でも綺麗な感じや輝いた感じの赤、淀んだ赤か黒ずんだ赤がどう違うのかは、イメージでわかりやすいのではないでしょうか。なるほど、同じ色でも随分イメージ違うな。性格や健康状態でオーラの色が変わると聞きましたが、これはどの国でもオーラの色とその意味は共通なのかしら？これは国で違うというより、リーディングする人の感覚です。先ほども例に挙げましたが、情熱や怒りの感情は赤だと共通認識があると思うんですね。だからオーラの色も万国共通なのではないでしょうか。生まれつきオーラの見える人はいますか？いると思いますね。子供の中にはそういう感覚がある子がいるのではないでしょうか。どんどん脳の欲求が強くなると感じなくなっていくのでしょう。大人になったらそういう繊細な能力が消えていくのはよく聞くな。でも、練習して能力を身につけることも可能なんだ。そこで質問です。霊感が自然になくなる話や、反対に突然霊感を持ってしまう話を聞きますが、オーラも突然見えたりするものですか？霊感も基本的に同じようなものですし、能力の違いはいろいろですがあると思います。オーラは日常の中でエネルギーを色で感じるものですから、ある意味その人の意識状態になりますね。エネルギーを色で見るという意識を持つことなんだな。自分自身のオーラを見ることはできますか？見えるでしょうね。オーラリーディングをするときに自分のオーラを見てしまう人もいますし、鏡を使えば自分のオーラも見えるでしょう。自分のオーラ、見てみたいぜ。オーラが見えると実生活で活かされるものなのかな？あるでしょうね。実生活で例えるなら、空気を読める人、読めない人がいると思います。空気が読める人はある意味ちゃんとエネルギーを感じてコントロールでき、読めない人は周りのエネルギーを感じていないんです。色で感じなくても、肌で感じることもありそうだよ。ですから相手とのコミュニケーションの場で、エネルギーを感じることは活かせますね。また、過去性の色がオーラに反映することもありますので、ヒーリングにも活かせるでしょう。確かにコミュニケーションの場でオーラが見えたら、人との距離がうまくつかめていいわね。空気が読めるってことは人の気持ちに寄り添える、共感能力があるってことだな。それでは、ヒーラーについて質問です。ヒーラーに向いてる人の特徴、ヒーラーの定義を教えてください。ヒーラーの定義として、エネルギーを扱うとき、上下関係があるとエネルギーのバランスが崩れていくので、対等なエネルギーの関係を作るようにはしています。僕はヒーラーっていうよりも対等な人間関係を作っています。対等な位置で相手を見られる人が向いているんだぜ。ヒーラーになるためには資格が必要ですか？必要な場合はどんな資格か教えてください。資格というもので言うとおそらくないと思います。例えば学校を出たり講座で学んだとしても方向性が違うこともあるでしょう。学ぶときはその講座や学校が何を学ぶところなのかを理解してから受けましょう。自分の興味のあるものはとりあえず話を聞いてみることから始めるといいかもな。また生まれつき能力を持っている人もいればトレーニングでできる人もいます。結局はいろいろなことを試してみて、自分に合う、やりやすい方法を見つけることが一番ですね。自分に合ったヒーラーの形があるんだよ。いろいろと試してみて、自分にしかできない唯一無二のやり方が見つかるかもしれないわ。自分にしか癒せないものがあるかもしれないぜ。そこで質問。ヒーラーはどのくらいいるんでしょうか？日本での人数は正直わかりません。例えば、世界では霊気ヒーリングを行っている人は800万人くらいいるようです。
保険適用される国もあるようですが、日本はそういう方面では結構遅いというか、常識でもないし、うさんくさいと思われていますから、なかなか海外のようにはならないでしょうね。日本ではまだまだ先駆けっていう立ち位置なんだ。ヒーラーに向いている人の特徴を教えてください。喜怒哀楽の感情が安定している人が向いていますね。攻撃的になってしまうと相手のエネルギーが萎縮してしまいますので、感情のコントロールが上手にできる人が特徴と言えるでしょう。納得だな。カッとなる人とか感情に流されやすい人は、振り回されちゃって大変だと思うぜ。こんなヒーラーさんはやめた方がいいという人はいますか？これは見えない世界のことではありますが、ヒーリングをする上で自分の考えに合ったところにすべきだと思います。実際エネルギーのやり取りなので相性もあり、何が正しいか正しくないのかは一概に言えません。ですから、自分の中で納得がいく方法や結果が得られる方にお願いすべきです。このあたりはやはり神経を研ぎ澄ませて、ご自分で判断していくことが重要だと思います。そういうことを選ぶのも自分の感性を大事にすべきなんだよ。霊感や特殊な能力がないとヒーラーになれないでしょうか？必ず必要ということはないと思います。ヒーリングというのはエネルギーを流すという形になるので、特殊な能力ではないと思います。エネルギーを素直に受け取り流せるか、ということが大事なことですから、そういう適性は必要かもしれません。なくてもいいんだ。ヒーラーになるための修行はあるのか？特に修行が必要ではありませんし、人は生きているだけで修行をしているようなものですから、自分の経験を生かしたヒーリングや自分で望む修行をするべきですね。その上で、自分に合った方法を探していくことが大切です。誰でもヒーリング能力は得られるでしょうか？これは技法の問題ですね。どういったものを解決したいのか、どういう風にしたいという目的によって全然違います。どのような能力を身につけたいかにより違ってくると思います。自分がどうありたいか？何に心を動かされているのか？感じることだな。質問です。ヒーリングによってどんな問題を解決できますか？問題解決が何を目標とするか、何を求めるかによって変わってくると思います。なんとなく気持ちが楽になった、軽くなったというものから、もっと深いところまで様々です。これこそ本当にその人個人の意識によって変わってきます。どんな目標が達成されたの？なかなか規定があり言葉にしづらいのですが、ちゃんとした医療機関でダメだと言われたものなどがあります。しかし、必ずいつも思うようにできるか？と言われると、そういうことではないのです。100人いれば100通りの体があるわけで、スピリチュアルの世界だけではなく、一般の医療機関でもその人に合った治療方法があります。その方法の中でヒーリングという選択肢がとてもその方に合っていたということですね。そういう選択肢もあるってことよ。世界では当たり前にヒーリングを受けているところもあるんだ。実際にヒーリングを受けに来られる方はどんな悩みや問題があるのでしょうか？健康と人間関係とやりがい、生きる希望など、そういう人が多いです。自分で自分を癒すヒーリング方法がもしあれば教えてください。一般的ですが、瞑想や自律訓練法などがおすすめです。これらは自己ヒーリングになります。脳をリラックスさせられるということもヒーリングになります。では、もっと日本でヒーラーやヒーリングが普及したり認知を増やすには、どういったことが必要だと思いますか？どういう結果が出ているか、明示することもできますが、簡単に認知はされないと思います。よその国のように子供のうちから学ぶきっかけがあったり、体験するきっかけがないとヒーリングなどはなかなか認知されないのではないでしょうか。ヒーラー的観点から、メンタルを強く持つコツや、精神的に負けない考え方などがあれば教えてください。そもそもメンタルが強いとか精神的に負けないっていう考え方自体がストレスになりますよね。どこまでが強くてどれくらいであれば負けないのかっていうことであれば、いい意識状態というのはゼロを保っている状態ですから、ゼロ意識を作っていくことが一番いいんじゃないかなと思います。いい意識状態を作るには、ゼロ意識なんだぜ。質問ですが、相手がどのぐらいストレスを抱えているのかわかるものですか？言動、行動、表情などですよね。例えば相手の人がどういった言動をして表情がどういう状態なのか、目の動きや口の動きで変化がわかるでしょう。自分自身の変化も毎日鏡を見て観察してみると、表情の際に気づくこともありますよ。ただ、見てすぐわかる方はもう、本当にお休みが必要になるような状態ってことですが、確かにパッと見で辛そうだなってわかる人はいるわよね。問題は、表面に出ていない人なんだろうな。質問です。戦争によって傷つけられたストレスの軽減効果はありますか？戦争に行った人のストレスは計り知れないものがあるでしょうし、
ストレスの大きさも人によって違うでしょう。効果がある人にはあるでしょうし、なかなか効果が出ない人もいると思うので、簡単に答えることは難しいですね。その時によってヒーリング効果がない時もありますし、回数も1回で落ち着くのか何度も受けなければいけないのか、その人のストレスレベルと、あとはヒーリングする側のレベルにより変わることもあると思います。薄皮を剥ぐように少しずつ、癒していかないといけない傷もあるんだよ。日本はやはり遅れていると思いますか？遅れていると思いますね。よその国の例で言うと、霊気ヒーリングに関しては医療従事者も学んでいることが多いようです。そもそもよその国だと、電話帳に霊気ヒーラーっていう項目がたくさん並んでいる、という話を聞いたことがあります。ドイツではアロマやハーブ等を扱う自然療法士は国家資格なのよ。いずれ日本も変わってくるかもしれないな。そもそも、何のために生まれてきたのか、死んだ後はどうなるのか、そういう性感にも真剣に向き合わないと根本的な解決にはならないでしょう。そこに向き合うべき時代が来たと言えるぜ。先進国での人口率が高いというニュースがありますが、ヒーリングができることはありますか？お話を聞くとなるとカウンセラーのお仕事になりますね。そして、ヒーリングでできることは、エネルギーをクリアにしてあげることです。ヒーラーはエネルギーをクリアにして、状態が良くなるようなエネルギーを送ってあげるということをします。いろんな考えがあって、それを聞いてエネルギーをクリアにしてあげて、そんなヒーラーさんに憧れるわね。自分にしかできない表現や力で、人の助けになることができるなら、こんな幸せはないかもしれないよ。でも、まずは自分を知って癒されることが必要だと思うの。それが魂の喜ぶことなんだぜ。魂のことや過去性のことなど、気になることや自分の知っていることなんかを、みんなで共有してもらいたいわ。コメント欄でいろいろと書いてみるのも勉強になるぜ。おさむさん、今日は質問に答えていただいて、本当にお疲れ様でした。はい。皆さんのお役に少しでも立てたら嬉しいです。はい、ここからは藤代おさむさんの活動についてのお話になります。最後には素敵な特典もあるよ。では、藤代おさむさんの、ゼロ意識研究所の活動について説明していきましょう。気になっちゃうぜ。ゼロ意識研究所では藤代おさむさんがゼロ意識につながり、生死に関わらず、対面や遠隔でリーディングやヒーリングを行います。体だけでなく、精神や心、魂のエネルギーをクリアにし、癒していくことを目的に活動されているわ。魂のお選択だな。それによって人間関係や精神、そして体の病など様々な癒しを図ることができるそうです。ゼロ意識研究所ではヒーラーの育成もされています。ヒーラー？特別な能力がいるんじゃないの？おさむさんが言うには、これは誰にでも備わっている能力だというのよ。だから訓練を積めば、誰にでも習得できるということなの。そして藤代おさむさんから、最後に特別なお知らせがあるよ。お、待っていたぜ。ゼロ意識研究所では今現在、3つの特典を盛り込んだ公式 LINE を用意しております。こちらの LINE では、ゼロ意識の能力習得講座を無料で受けることができるので、ぜひとも活用してみてください。霊視をできるようになりたい、リーディングができるようになりたい、スピリチュアルに少しでも興味がある、という方にはおすすめだぜ。それにゼロ意識の能力習得講座以外にも特典が充実しているわ。ちなみに特典の一つは、すべての悩みを消すための教科書よ。かなり時間をかけて作成したものになりますので、ぜひとも受け取ってみてください。こちらの YouTube の概要欄に LINE の URL を貼っております。うわぁ、ちょっと、あとの2つが気になるわ。早速、LINE 登録して、ゼロ意識の能力を手に入れるぜ。それとおさむさん、今日はありがとうございました。また、いろんなお話聞かせてくださいね。楽しみにしています。公式 LINE 覗いてみてね。今日はたくさん質問ができて大満足ね。マリサもすごく感銘を受けていたみたい。ああ、言われてみたらってことが多くて楽しかったぜ。私も、特に魂の記憶についてとか、過去生との関わりも奥深かったわ。自分はオーラの話が響いたぜ。空気が読める人は無意識にオーラを感じ取っているのかと思うとすごく納得できたな。そういえばマリサ、今日の服に納得いってないって言ってたわね。そう自分で選んだけど、家出たらなんかいまいちで。わかるー。あれなんなんだろうね。だったら今から買い物行きましょ。お、いいね、いいね。納得できる服買うぞ。ということで、また来てね。